で、続いて特集もこの鉄鋼国内最大手日本製鉄を取り巻く今です。今年9月末とされる全面閉鎖まで7ヶ月を切りました。転換期を迎えた協力会社と呉の町を取材しました。製鉄所にほど近い呉市内の資材置き場、運ぶのは土木工事で使う細かく砕いた石です。山陽鉱山、呉で50年以上船の塗装や機械整備などを手掛けてきました。異業種の土木工事への参入は3年前です。日鉄が閉鎖となった時の雇用先の確保のために、で今その呉市で公共事業が人手が不足しているっていうことで、もともと建設業をやっておった会社を M&A して。山陽鉱山は製鉄所の中に日本製鉄専用の工場を持ちます。ここでの売り上げは全体のおよそ7割。そんな蜜月は製鉄所の閉鎖発表の後崩れ去りました。いずれゼロになる現実が待ち構えます。活路を求め、土木工事のノウハウがある建設会社を子会社化しました。呉市の公共工事の入札に参加するなど新たな道を模索しています。海沿いの工業地帯に広がる日本製鉄瀬戸内製鉄所呉地区、敷地面積は東京ドーム30個分。協力会社を含め3000人余りが働いていました。呉海軍工廠の跡地に完成したのは1951年。日本製鉄と合併するまでは日鉄日清製鋼の拠点工場として戦後の呉の経済を支えてきました。しかし2020年2月閉鎖方針は突然打ち出されました。その翌年、鉄を作り出す高炉はすべて停止。9月末には全面閉鎖し、70年以上の歴史に幕を下ろします。山陽鉱山に入社して7年間、製鉄所内の工場で働く和田春樹さんです。閉鎖が迫り、変化を肌で感じています。閉鎖に向けての片付けとかの仕事が増えてきたんで、なんかああいうのでやっぱちょっと実感が湧いてきました。大きい設備がだんだん壊しても解体したんでなくなってきたんで、やっぱりなんか思い入れがあるんでちょっと寂しい気持ちはありますね。日本製鉄の中に工場を構えておよそ10年。製鉄所部門の売り上げは閉鎖発表前の4分の1に減少しました。閉鎖発表から高炉が止まるまではそんな、ちょっと下がってきよったんですけど、高炉が止まってドーンと下がって今こう感じ。正直本当非常に難しい現状では。社長自ら建設工事に関する資格を取り、公共工事に参入しました。およそ3年で土木工事の売り上げは全体の半分を支えるまでに成長しましたが、製鉄所には今も下請け会社を含め30人ほどの従業員が勤務します。配置転換できるだけの仕事量を確保、今からもしていかんといけんので、どんどん仕事を受注していくのみです。かつては40万人を超える人口を誇った呉市。ものづくりの気風は戦後、鉄鋼や造船など多くの企業に受け継がれました。しかし人口は去年21万人を切りました。閉鎖に伴いすでに1500人以上の雇用が失われました。人口減少への懸念が広がります。いろんなその出店が並んで本当に賑やかだったんです。比較したらね、もう全然違うけれども、人口が半分になりゃそういう面の仕方ない面もそれはあるかなとは思いますがね。年寄りばっかりで若い人がいないんで、
なんかいい方法ないかなと思って、ぜひなんか交番を持ってきてもらって、20万切れないようにプレッシュを。定年まで製鉄所に勤めていた男性に出会いました。うちは親父が日清だったんです。で兄貴が日清で、自分が日清 で長女の姉の旦那も日清 で自分の息子も日清で、いい会社だったんだけどね、寂しい、きついね。重工業に代わる新しい産業を呼び込む動きもあります。呉を医療の拠点にすることを目指したセミナーには市民およそ500人が参加しました。山陽興産の河合社長も主催者の一人です。提案するのは、災害時などに海の家で医療機関の役割を果たす病院船の誘致。軍港として栄えた呉、大型船が入港しやすいなど条件が整っていると訴えます。呉にそういう施設を作ってね、それが波及効果としていろいろな研究機関とかね、製造メーカーとか、そういうのができることを期待してますよ。将来つながるなと思って。せっかく歴史ある町なんで、なんとか、まあ、産業構造の転換、今までの製造業はちょっと元気がないので、そういったバイオとかの仕事ができて、事業構造が変わればまた呉が生き残る道があるのではないかと思っております。70年以上にわたり戦後呉の屋台骨だった製鉄所の閉鎖まで残り7ヶ月、町は新たな活路を求め転換期を迎えようとしています。製鉄所の閉鎖に備えて協力会社ももう動いているんだなって感じましたし、呉の町も変革が求められているんですね。そうですね。で、皆さん本当おっしゃるように、その違うものづくりへの転換というのもやはりその一つ選択として考えていかないといけないということもありますけれども、この製鉄所の跡地については日鉄は方針を示していないということです。